嗨，こんにちは，你好，大家好，你好，ジョーニューす、皆さん、こんにちは、こんにちは、はい、はい、いつも元気です、すっぴんで失礼します、はい、今日はですね、ちまやんね、よくダイエットで、酵素とか飲んでるじゃないですか。その時に炭酸水をね、割って炭酸水を飲んでるんですよ。でですね、炭酸水、何本も何本も買うんだったら、じゃあ、うち、家水あるんですけど、水、利根川の美味しい水は本当にとてつもない香りがするので、そのままじゃ水道ひねって飲めないんですよ。はい。なんですけど、井戸水を取ってくるのも、結構大変なんですね。また、うちはちょっと、何でしょう。井戸水が引けないところで、地下水っていうか、沼地なんで、あげても、美味しい水が出ないんですね。なので、山の方から行って、取ってきたりとか、知り合いのとこからもらってきてたんですけど、またそれが大変なんですよ。なので、ちょっと、結構すごい浄水器をつけてるんですね。で、その浄水器のおかげで、その、利根川の美味しい水が、いや、とっても本当に真水というか、本当の水ですね。何も匂いのない、本当の無味無臭の水ができる。ね、また興味ある方は、その機会もお見せしますけど、一応今日はね、ソーダ水ということで。で、水はね、うちでね、浄水して作れるんで、ソーダ水です。ソーダ水を作ろうと。ということで、出てきますよ。うい、来た来た、こいつです。見えますこいつ。はい、そうです。その名もソーダーソーダーストリームです。ソーダーストリームでございます。でですね、しかもレッドレッドですよ。レッドレッド赤、情熱の赤です。情熱の赤です。いや、意味がわかんないし、わけわかんない、興奮してるし。ということで、これとソーダストリームと、これですね。ガス。これが中に入ってるガスです。でね、使い方というですね、これをひっくり返すとですね。はい。こう上にね、ポチがついてまして。これイスラエル製なんですよ。よいしょ。これを、引っ張って、よいしょ。ね、また開くんですね。こういう風になってます。で、このボンベですね。これ、新しい時はここにね、こう、なんでしょう。なんか、ビニール被ってるんですね。で、それを取って、こうなると、こういう形だしね。はい。こんな感じになってるんですよ。はい。で、ね。このね、中にね、こう穴子開いてるんで、この穴子、ね。で、入れて、最初、下に突っ込んでからね。で、下に抜けんですよ、こうやって。で、このね、穴子見えますかね。で、ここね、こうクルクルするんですよ。で、こうやってクルクルするとね、ほら、こうやってキュッてちゃんとね、締めるんですよ。バルブみたいに。よいしょ。ギュッと締めてあげるんですね。そうするとね、こうやってしっかり締まるんですね。はい。そしたら、ね、蓋これやってもやんなくても変わんないんですけどね。見た目っすよ、見た目。要は見た目ね。見た目。見た目重視だから。ということで、ガスがセットできましたと。イエーイ。でですね、こいつね、ここにね、よく見えますかね。はい。ここにね、こう、1、2、3ってね、これ、LED ランプが光るんですよ。ここをね、押すと、このランプが光っていくんですね。で、それで炭酸の量を調節するんですね。よいしょ。で、はい。ボトルです。決して、これ、ソーダストリームのね、ボトル、これ出したんですけど、新しいとこういう形でね、2個セットで、こう、売ってるんですよ。まだこっちは開けてないんですけど、ね、ちゃんとソーダストリーム専用のペットボトルを使ってあげてください。はい。ペットボトル高いんですよ。これ1個、結構なお値段するんですね。なんでこんなペットボトルにね、1個1000円近くもすんだよ、みたいな。ということで、うちのね、じいちゃんが、普通のペットボトルでやり始めちゃったんですね。言う人の言うこと聞かないんですよ。とんでもないことになりましたからね。
びちゃびちゃなので、決して、社外品というかね、これ以外のものではやっちゃいけませんよ。うん。それと、水以外のものも、炭酸、超えちゃダメですからね。水だけですよ。わかりましたか?2 回ともやって、ビチャビチャにしたおばあさんがいらっしゃいますんでね。水だけですからね。ということで、はい。ね、これが1リットル専用の入れ物です。で、こっちが500ミリリットルのね、入れ物です。どっちも使えるんですね。ただこの並々の線があるんですよ。並々線。見えます?はい。この並々線もマックスまで入れちゃうとダメなんで、これよりちょこっと下くらいに水を入れます。なんですけど、1リッターもちょっと使うの、作るのもね、ガスすぐ飛んちゃうんで、こんだけ1日で飲めちゃえばね、1リットルで作ってもいいと思うんですけど、なのでね、皆さん、だいたいね、500ミリくらいね、で作るんですね。はい。で、この中に水を入れます。はい。ね、こんなの言わなくたってわかるよみたいな。まあ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 。はい。ね、まあ見てあげてください。だいたいこんな形で水を入れました。そしたらね、これです。これ今突起出てるんですけど、これ出たのが始まりですからね。これ決して下にこうやって下げちゃダメですよ。ガス、出ますになっちゃうんで。はい。で、蓋しないといけないです。これを、この中に、突っ込みます。この棒ありますよね。こう、折った出てる棒を、こう、ガチャガコンって入れるとね、この中にね、丸いちゃんとね、こう、こうやって入れるんですよ。そしたらもうほら、勝手にね、こう回さなくてもね、入ってくんですよ、こいつは。このソーダストリームは。はい。LED がね、LED がつくタイプのソーダストリームです。ほら、くっついてるでしょ。でね、この棒切れ、私最初、水にね、ついてないちゃいけないと思ったんですよ。見えます？ほら。これ水完全に使ってないといけないと思ったんですけど、別にこれ水に使わなくてもいいんです。だってさ、1リッターの、まあね、これとか、まあそうなんですけど、これね、ついても使わなくてもいいんですよ。とりあえず棒がこの中に入ってればいいんです。はい。でですね、やり方は、ここですね。ここを、よいしょよいしょ。ちょっともうちょっと上げよう。ここを押すんです、ここ。いきますよ。うりゃ。押するとね、電気光ります。はい、ほら、光った。で、私はだいたい2つくらい。はい。これ2つランプつきましたね。私はね、強炭酸が好きなんでね、こう2つランプがつくまで入れちゃいます。はい。これでね、ちょっと強炭酸ができました。3個だとちょっと強いかなと思って、あとガスもったいないんでね。だって、これ、ガス1本につき60リッターしか作れない、まあ、60リッター作れるらしいんですけど、まあ、強炭酸好きなんでね、だいたい2個くらい。まあ、もっと強炭酸はね、この3、レベル3まで入れちゃえば、ずっと押し続けるんですよ。押し続けて、これはね、ちゃんとランプが光るので、まあ、ガスの量がね、わかるんですけど、もうちょっとこれら、安いレベルというか、この下のレベルだと、こういうのがつかないみたいなんですね。で、もっと高いレベルだと逆に、高いレベルになると、ラベルとかなんか口回んない。高いレベルになると、まあ、自動とか、まあ、どんどん良くなる。でもなんかね、別に安くても、これ、作りは大して変わんないみたいなんで、あと、ね、それはまあ、個人の自由です。私はまあ、こっち LED の方買っちゃったんですけど、で、はい。これでカチャンとカチャコンってこう、ね、あげるんですよ、こうやって。このまんまのまんまじゃダメですからね。取れませんから。ほら、で、こういう風にカチャコンやったら、ちゃんとこう、取れるようになってますんで。はい。で、これで炭酸水ができました。ほら。ほら。もう、炭酸でね、このまま飲んだって美味しくないじゃん。新たな商品が。さあ、何を出す?でん。チキーン!知ってます？知ってる人は知ってますよね。パッションフルーツの、なんて言えばいいの、ジャムみたいな。いや、これね、ディファーチェ、台湾のね、ディファーチェで売ってるんですよ。これパッションフルーツのね、まあ、ジャムみたいな、ね。これ、もう元々甘いんですよ。で、こいつをね、この中に入れるとうまいんですよ。ね。よいしょ。はいはいはい。ね。これ、どうしよう。じゃん。ね。
見れます？よいしょ。ちゃちゃちゃかちゃかちゃ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 かちゃかちゃかちゃ。まああとはこれ目分量なんでね、自分の好きな分だけこう入れればいいんですけど。まあいいね。そうね。じゃーん。おお。よいしょ。これですね。振った方が早いかな。はいはいはい。こんな感じでね。軽くシャッフルです。あんまりシャッフルしちゃうと。できましたー。パッションフルーツジュースですよ。ソーダです。パッションフルーツソーダの出来上がりでございます。はい、お味は。いただきまーす。カクテルですよ。大人のソーダですね。大人のソーダ水ですよ。あまり甘くなく。まあ、もうちょっとね。もうちょっと、パッションフルーツ入れれば。まあ、ここですよ。すごい近くわかるよね、これ。このまま使って入れてるからね。これね、大きいでしょ。これね、すごい量入ってる。1200g。いって、1200g。1キロ入ってる。おすごい、ほらほら、パッションフルーツジュースです。うん、すごい、なんかカクテルですね。ノンアルコールカクテルですよ。うん、ノンアルコールカクテルになりました。はい、こんな感じでね、飲んだりね、いろいろソーダの好きな方は、ぜひともね、このソーダストリームを、一台、ご家庭にでも、なんか、ジャパネットなんとか、なってますね。はい。今なら、とか、そんな勢いですよね。日本って、なんか、ソーダ水がないみたいなんですよね。うん。なんか、日本のメロンソーダとかも置いてないみたいなんですよ。もし案外すぎてびっくりしました。台湾にはメロンソーダが置いてないというので、え、台湾なんでメロンソーダ置いてないのみたいな。あと、あのソーダ水ですね、あの無糖のソーダ水も置いてないんですって。びっくりしちゃって、あるもんだと思ったらないんですって。なのでね、まあ、台湾ね、こう住んでる方とかね、このソーダストリームとかね、あればね、水だけでこう作れちゃうんでね。ということで、今日は、ここまで。パチン、さよならバイバイ、おやすみ、飲んでね、美味しいから、パッションフルーツソーダ、いいよ、ググ。